ドイツ騎士団における総長、または、ホーフマイスターは、ドイツ騎士団の最高位の指導者の役職で、ドイツ騎士団国の国家元首である。他の騎士修道会におけるグランドマスターに相当する。ドイツ語では、一般に、騎士団総長には、グロースマイスターが統合された。ドイッチュマイスターとは、1219年に、新生ローマ帝国内の管轄地域の長として、 創設された役職で、1381年には、イタリアも管轄に含まれ、1494年以降は、新生ローマ帝国の公爵と同等とみなされた。これを1525年に、総長バルター・フォン・クローンベルクが統合して、以降は、ホーフーンとドイッチュ・マイスターというものが、総長の称号となった。総長の紋章は、 金色のクロスフローリーと松葉へ十字を組み合わせたものが黒い十字架の上に乗り、さらにその手前にインエスカッシャンとして皇帝の和紙が描かれている。金色のクロスフローリーが黒十字に乗る衣装は15世紀以降に広く用いられるようになった。伝説によれば、1250年8月20日、フランス王ルイ9世がドイツ騎士団総長に対し、 イエルサレム十字の変形及びフランスの象徴フルールドリスの使用を認めたことが始まりだとされている。この物語は近世の文献にまでしか遡ることができないが、この文章が13世紀半ばから用いられ始めていることはいくつかの文献から示されている。他の中世国家の君主交代と比べ、ドイツ騎士団における総長交代時の権力移行はかなり効率的であった。 前の総長が死去すると、副総長が騎士団の指揮官たちによる総会を招集する。この総会で7人の騎士、4人の歌手官、1人の司祭からなる12人の選挙人団を選出し、彼らが多数決で総長を決める。ただし、少数派となった総長候補と、その支持者は多数派の候補への支持を改めて表明させられ、一応全会一致の形を取る。 この継承手続きは、およそ3ヶ月の期間のうちに行われた。総長候補は、騎士団の幹部を経験した人物から、主に血統ではなく、能力によって選ばれた。ただ、騎士団の勢力が衰えてくると、ベッティン家のフリードリヒ・ホンザクセンやホーエンツォレルン家のアルブレヒトのように、有力家系から選出されることもあった。もともと、ドイツ騎士団は、ウトラメールの悪行を拠点とし、 総長は主に教皇や皇帝の宮廷にいた。13世紀にプロイセンを征服して1309年に本部をベネツィアからマリエンブルクに移して以降、総長はドイツ騎士団国の国家元首となり強大な権力を持った。彼はプロイセンの統治権と軍事権を握っていた。総会はエルブロンクで開かれ、ここで 総長はその権力を古い行政的措置を通すことができた。また総長はマリエンブルク城の城主を兼ね、騎士団の会計も握っていた。さらにはハンザ同盟の一員でもあり、関税収入を手にすることができた。2007年に行われたクフィジンの教会の発掘調査で中世後期の総長をベルナーホン・オルセルン、ルドルフ系に比本バッちゃウ。 ハインリヒホンプラウエンの遺骨が見つかった。それまでこの教会は、ポメサニア司教の埋葬地として知られていたが、ドイツ騎士団総長も葬られていたことは知られていなかった。彼らの遺体は、金の装飾が施され絹のローブをまとった木製の棺に収められていた。ウトラメールにおけるホスピス兄弟団だった頃の指導者たち。第4代ドイツ騎士団総長ヘルマン・フォンザルツァ。 バロック時代の肖像画聖画連文召館に描かれたドイツ騎士団総長の紋章。1470年、ハインリヒロイス・フォンプラウェンまでの29人分が収められている。1309年9月14日にマリーエンブルクに入場する総長ジークフリート・フォン・ホイヒト・バンゲンと騎士たち。ドイツ騎士団が聖地からプロイセンへと活動の場を移した場面である。 1825年の歴史が性的な騎士修道会としては、ドイツ騎士団には1198年から1525年までに37人の総長が立った。15世紀から16世紀の紋章館には、ドイツ騎士団総長の紋章を集めたものがある。例えば、ウルリヒ・リヒエンサルのクロニカ・ニュルンベルクにあるセガレンの紋章館、ライプツヒにある南西ドイツ紋章館、 ミルテンベルク文章館などが挙げられる。ただ、こうしたリストからは1241年から1252年に存在したはずの3人の総長が除かれていることが多いため、全近代では伝統的に1525年以前の総長を34人とすることが多かったが、近代以降は37人とするようになっている。最後のホーフマイスターである。 アルブレヒト・フォン・ブランデンブルク・アンスバッハワル・ターハに改修し、1525年にドイツ騎士団国を廃止して、俗界諸公のプロイセン公国を創設した。1561年には、三家のリボニア騎士団が有していた、コマンドリーであったテッラ・マリアナを創出した。ただ、騎士修道会としてのドイツ騎士団は存続しており、新生ローマ帝国内の管轄地域は保持していた。 ただし、これは1219年以降、ホーフマイスターではなく、ドイッチュマイスターが治めている領域だった。これによる制限や混乱を解消するために、現職のドイッチュマイスターであったバルター・フォン・クローンベルクが1527年に、皇帝カール5世によって、ホーフマイスターにも認じられ、二つの役職が統合された。本部も、 フランケンのメルゲントハイムに移った。新たな統合役職、ホーフウント、ドイッチュマイスターは新生ローマ帝国の公と同等とされた。1806年、新設されたビュルテンベルク王国がメルゲントハイムを併合したため、騎士団の本部はウィーンのドイッチュオルデンスハウスに移転した。1923年にオイゲンフォンエスターライヒが総長を辞任して以降、ホーフウント、 ドイッチュマイスターという二重称号は廃止された。1696年、総長フランツルートビヒホンデアプファルツの下で、新生ローマ帝国軍の中に、ドイッチュマイスター連隊が設立された。これは1769年に第4、不評連隊として、ウィーンに配属され、1814年からは、ニーダーエスターライヒの抱負運と、ドイッチュマイスター連隊として知られるようになった。 歴史ある軍事集団の伝統は1938年のアンシュルスの際に一旦ナチスドイツのドイツ国防軍第44不評師団が継承し現在ではオーストリア陸軍の第一両兵大隊に受け継がれている。1929年ドイツ騎士団はローマカトリックの修道会に回帰した。ありがとうございます。